葉山さんです。葉山さんの車を見ていきます。はい、はい、葉山通勤スペシャルです。なんて車ですか？ダイハツのミラジーノですね。ミラジーノ、はい。葉山さん車何台か持ってはりますよね？あ、そうですね、妻と合わせたら3台。そのうちの1台はい。通勤はやっぱり軽自動車、僕だいたい20分ぐらいで来れるんで、軽自動車がすごい乗りやすいし、まあパッと乗ってパッと来れるんで最近気に入ってよく乗ってます。でもミラジーノってなんかこうちょっと前の方の時からもそうですけど、クラシックなね雰囲気出して、こういうまあグレードによるんですけど、メッキ使ったりだとか、まあよくある BMW ミニと似たようなデザイン使ってね、なんかクラシックな雰囲気が可愛らしいですよね、こういうとことか。ね、じゃあ早速、はい、車内見させてください。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。あれ純正でモモのステアリングなんですよ。純正です。シートも純正、この色の。あ、もう全部純正ですね。可愛いですね。もう何も見た目は変えてないんで。ウッド調ね。はい、いつもあのツリーのやつ、あれめっちゃ好きでこれずっと使ってるんですよ。あのアメリカのスーパーっぽい匂いするから好きで、 ETC。 あ、そうそう、買った時に何もついてなかったんで、余ってた自分のナビと ETC、 ドラレコ、バックカメラらへんつけたんかな。これは何ですか？それね、そっち行きますわ、ちょっと待ってくださいね。これね、よいしょ、これアイコスの、はい、これ、あ、こっち向けか、まあ、ぴったり入るんです。はい、それ用の充電器。あ、で充電もしてる。そうそうそう、これが10本しかバッテリー吸えないんで、車の時はもう全部の自分の車を置いてるんですけど、これ、まあ、ポンと置けば充電されっぱなんで。なるほど、はい、いいですね。アイコスユーザーの方おすすめです。この車、あの古くて軽自動車やのに生意気にもオートエアコンで。あ、本当。あ、ごめんなさい。あとなんかイオンとかついてるみたいですね。そうそうそう、生意気でしょ。あ、これおすすめです。あの、何でしょう。あ、これじゃなくてね、まあまあこれはこっちこっち、これね、まあ、メガネのフレームに、はい、まあ、これレイバンのメガネなんですけど、はい、でね、レンズだけ変えて偏光グラスっていうのを入れてるんですよ。やし、紫外線当たったら真っ黒になるんですよね、はい、ほんで夜とかやったら透明になるんですよ。なんか紫外線に反応するガラスを入れてます。なのでちょっとお金かかりました、ね、偏光サングラス。運転するときに。あ、そうです、そうです、かなり便利。しかもこのこうなるやつやし、高かった。あ、けどまあそんなこんなで、はい、はい、はい、エアコンフィルターが、あ、この間交換した、したとこですね。どれぐらいで交換されるんですか？いや、思いついたら、あの、なんかのタイミングでどっかこうオートバックスとか行った時に、あ、まあ、パンと売ってて、あ、そろそろ交換しようかなみたいな。後ろは基本遊び道具ですね。でこれはちょっとした移動用にいつも使ってるペニー。ペニー、はい、ショートデッキ。これは乗るやつですか？あ、そうです、そうです。あの、なんやろ、駐車場ちょっと遠かった時とか、軽くパン。これで、これで、これ高いですよ、これ。いくらですか？これ、なんぼで買ったかな。1万ぐらい。もうちょっとします。ペニーは高いです。ペニーっていうブランドのちゃんとしたやつなんで、もうめっちゃ回るし、ベアリングもいいやつ入ってるんで。ちょっと後で乗ってみる。いや、やめてくださいやめてくださいで、こっちに大きいのが、はい、こっちは遊び用にロング、まあ、全然ロングは僕乗れないですけど、まあ、たまに遊ぶのに。練習とかですか？そうですね、ちょっと遊び用。海行った時とか、ちょっと海沿いの道、ブリッジもゆるゆるにしてあるんで、ぐにゃ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 曲がれるようにして、はい、全然乗らへんし綺麗ですけどね。これは、そうですね、外用。いつも体育館行くんですけど、外でどっか、まあ、あんまないですけど、いつも行くゴールとか、ちょっと一人でシューティングするとき用に。バスケット趣味。あ、そうです、そうです、そうです、
はい、だいたい夜体育館取って、まあ、チームでやるんですけど、休みの日午前中とか天気良かったら一人で外屋外行こうと一人でめっちゃ寂しい人みたいになるでしょめっちゃ恥ずかしい。これは何これいつ入ったんえこれいつ入ったんですかこれ結構長いですよ。長こんなんでできました。あれこれなんかで何やったかな。あ、バックカメラ配線通すときに多分何かで使って、ほんでポイ捨てすんのは嫌やから一旦ここに差しといたんやと思いますわ結構長い間に挟まってたね。あ、これあれあれです、部屋のめっちゃ味する、めっちゃ味するうわ口の中なんかすごい味する。全部 LED にしました、外は。あ、そうなんですね。はあ、バックランプ、スモール、テール、あれテールはしてないか。テールインかしてないですわ、そういえば。車内は眩しいから嫌いなんで僕は LED 変えないです。これも後付けです、電動。あ、オートリトラミナ。はい。まあちょっと配線のあれで。あ、フォグも。フォグ、はい、ちょっとわざとフルっぽく黄色にしました。一応普段車汚いけど撮影用に一昨日洗いました以上です。谷口さんの車内の中見せてもらいます。お願いします。どうも谷口ですじゃあ、はい、私がお願いします。失礼します。シンプルって感じザ・シンプル、物がまずにもない。見ますよ、ほんまに。どうぞ、好きなだけ見てください。あ、でも結構捨てやすいんですね。じゃあ好きな方からスもないんですか。はい。マジで真夏どうするんですか。真夏はもう僕メガネなんであそっか、メガネしてるからサングラスダメですね谷口さんはサングラスなし、所持なし、所持なし、所持なし。あ、よく食べたはる。確かに、でも結構もう少ないですね。そうなんですよ。ちょっとじゃあ失礼します。どうぞ。マジで入ってない。ここなんいや、それドライブレコーダーの、あの SD カードリーダーですね。ドライブレコーダーこれ純正ですよ。純正です。シェルマックス。ここにも物がない。車検証も。車検証上です。マジで物少ないですね。ないです。なんか、え、ティッシュないです。マジで。どうするんですか、鼻出るとき。もう車では我慢です奥さん地獄。そんな、ほんまに何もないですね。で、一応後ろの席です。寂しい。ありました。やっとあったちょっと失礼して。さあ、ありました。こう渋い年季の入ったやつですね。骨も出てるし割れてますね、これ。それ潰れてるんですよ。完全潰れてる。完全もうですか。もう7、8年経つんじゃいますかね谷口の歴史の渋壊れてる。普段は乗っけてないです。おとついの雨。あ、雨降ったかな。そう、雨降った時のやつです。もうでも潰れてました。どうぞ。マジでない。マジでない。違う。ああ、この辺は、その辺はでもあれですよ、オリジナルのやつですよね。そうです。あの僕個人の買い足してもの。こんなの性格出てるもんな。すごいね。私のな、カーセンサータオルとか。ベッチ入ってた。ベッチ入ってたし。ボディーコートメンテナンス。こんなんもだってすごい、めっちゃ綺麗に入ってる。めっちゃ綺麗に入ってる。なんか乱してしまう。いや、もう全然もう乱してください。っていう感じですかね。です。何、本当に何もない。本当に何もない。ティッシュないのはやばいですね。いつもこんなんです。これこそミニマムミスト。ミニマミニマミニマなんちゃら。そうです、ね、物が少ない人。
無駄なものを置きたくないタイプです。ザ谷口。綺麗にしときたい。綺麗にしときたい、うん、常に綺麗に。それは確かに性格が出てます。細かい、まあ。そういう人が車の仕上げとかしてくれる。安心できるでしょう。ありがとうございます。ジャーキーカルパス。これ何ですか？カルパス？絶対ちゃうけど。これ何？これで例えばパンクタイヤがするじゃないですか。はい、なんかこれでまず穴っていうかなんていうかな、釘をまずこれかこれで抜きます。はいはい、釘が刺さって。釘が刺さってたら。はい、で穴開いてるじゃないですか。はい、でそこにこのジャーキーをここに入れて。ジャーキーって言うんですか、ほんまにこれ。いや言わないです。パンク修理剤ですね。はい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 、まあ、ここに入れて、まあ、こういう感じになるんですよね。あ、でそのまま穴に押し込んで。でここが先開いてるの分かりますかね。なのでここでさっと抜けるんですよ。でもこれ自体はこの穴に入って、はい、まあ、V 字みたいに感じで、あ、なるんですよ、ね、分かります分かります。で穴を塞いでくれるっていう。へえ、で V 字になったらで最後出たやつをこうやってニッパーで切ってパンク修理完了っていう形になるんで、だから唐突にパンクもし僕しても自分で対応できると。すごい。ちなみに色はこの色で合ってるんですか？合ってます。あ、なんていうの？なんかこう劣化してその色になったかなって失礼ながら思ってしまいました。これですね、釘が刺さってたところをこうやってグリグリして穴をきれいにするんですよ。はい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 、はい、カー用品店とかで買えます、はい、いくらぐらいで？1500円から2000円ぐらい。安い。僕が買った当時で。当時でニッパーとこの何やこれ、ラジペンっていうのかな、はい、は自分で揃えました。すごい。でもこれがないと作業できないんで、これだけあっても。ああ、なるほどね。でこれスペアタイヤがないんで、これを、そう、代わりに、もう僕の車全部これが乗ってます。へえ、貴重なお話、はい、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。またおいで。